ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。新しいスポイトを使って新しい餌を試したいと思います。2メーカー開封します。僕が買った新商品はこちら、貝沼産業クリーナーソフトスポイト SL コクーンカラナシブラインシュリープエッグフリーズドライ。まずは使用度スペックを語らせてください。スポイト S は全長29センチ、パイプ部 20.5 センチ、吸水穴 5mm、 容量 30mm、 原産国中国で価格は278円。 L は全長46センチ、パイプ部 37 センチ、吸水穴 5mm、 容量 50mm、 原産国中国で価格は398円でした。特徴としては、水槽内に沈殿した小さなゴミ、食べ残した餌の除去、小型水槽の水差し作業に便利です。軽量非常に便利なメモリ付きで、薬液の計量にも使えます。使用後及び注意点は記載してないです。ブラインはタンパク質 52.4%、 脂肪 7.3%、 繊維 19.6%、 水分 8.3%、 海分 4.9% です。産地ソルトレーク、内容量 10g、 原産国アメリカで価格は0円でした。特徴としては、ソルトレーク産ブラインシュリンプエッグの卵黄のみをフリーズドライ製法で乾燥しました。またフリーズドライなので水に馴染む時間が早く、カビなどの心配が少なく、長期保存が可能です。殻がないから直接当たることができて、水を汚しません。そして孵化しないから、その分の養分が残っていて、生きたブラインシュリンプよりも栄養があります。フリーズドライとは、真空冷却乾燥と無理、冷凍して水分を消化させて乾燥させる製法です。メリットとして、栄養素が崩れず水が浸透しやすい点が挙げられます。素材の水分が完全に飛んでしまうので、カビなどの心配が少なく、長期保存に適しているという長所があり、最近では人間用の保存食としてのフリーズドライ食品が販売されているのを見る機会が多くなっています。エアードライ製法のカラチブラインシュリンプエッグは以前から販売されていましたが、水面に浮きやすいなど、多少扱いづらかったり、品の間にカビが生えていたなんてことがあったと思いますが、フリーズドライのカラナシブラインシュリンプエッグはそれらの欠点を補う商品としてお勧めいたします。使用方法としては、あらかじめ水と混ぜてなじましてから、スポイトなどを使い、魚の口元に放出してください。1回の給餌は数分で食べきれる量を与えてください。使用後は、袋内の空気をできる限り抜いて、チャックで密封してください。開封後は、直射日光や高温体質を避け、冷暗所で保管して早めにお使いください。最後に注意点としては、本品は観賞専用ですので、他の目的には使用しないでください。与えすぎて水槽内に残った場合は、水質を悪くする原因になりますので、ご注意ください。また、容器の中に濡れた指スプーンを入れないでください。とのと、それでは製品の外観から見ていきたいと思います。オーサムフードシリーズ、フリーズドライ、カラナシブラインシュリンプエッグ、容量 10g、 ソルトレーク産ブラインシュリンプエッグの外殻を特殊な製法で除去して残った卵黄に、フリーズドライ製法で水分を消化させて乾燥しました。そのまま直接給餌できます。孵化はしません。あらかじめ水と混ぜてなじませておくと使いやすいです。こちらはコクーンから出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオクリーナーソフトスポイト SL フリーズドライブライン、オープン！もう開いてる！まさかのもう開いてるというパターンでしたけれども、ブラインは後ほど見ます。実はスポイトこだわってまして、私はいつもブラインシュリンプをすくうときに、このジェックスのでかいスポイトを使ってます。ハズレだとすぐ壊れるので、いつもストックを持ってます。今回これと同じサイズのスポイトが、このでかい方になるんですけど、この貝沼は398円で売ってます。200円安いんですよ。ジェックスのやつはずっと使ってると、ヒビが縦に入るんですよ。上が貝沼、下がジェックスです。同じ透明なメモリ付きのスポイトなんですけど、貝沼の方が少し長いです。右がジェックス、左が貝沼です。同じだな。 20ml、 30ml っていろいろ書いてます。最大で 50ml、 同じだわ。先端の口径もほぼ同じ。これブラインシュリンプ吸いやすいよね。だから今回開封しました。よくゴミ取りに推奨されるんですけど、これ結構水吸うから、これで小型水槽のゴミ取ったらどんどん水減るんですよ。だからゴミは私は網ですくってるんですけど、あ、これ全あこれジェックスは硬いんだけど、貝沼はウェイっていくわ。柔らかいゴムだ。ここにヒビが入らなければいいなと思うんだけど、あ、中は特に何もないですね、まあ、安くできてんなっていう感じだね。これジェックスです。こういう感じで、ほぼこれ新品なんですけど、すぐ吸うんですよ。 50ml 貝沼、あーなるほど、あこれもいいわ。あでもちょっとこう引っかかりあるな。ほらここ見てほしいんですけど、これへこんでるんですよね。なぜかというと柔らかすぎるから。ジェックスの方はどうかというと、これすぐこうなるんですよ。あやっぱりこれジェックスの方がいいわ。こちらジェックス、元に戻るでしょ。こういう感じで貝沼です。時間かかってんすよ。ほらまだへこんでる、まだへこんでる、うん、これがない。あそうか、そういうことが、やっぱり硬さちょっと必要なんだな。これベコベコだから水は確かに取るんだけど、最後までこれが完全に膨らんでくれないと50までいかないんですよ。
あ、30は行くな。遅いでしょ、なかなか水が上まで行かないっていう。ただ下のものをすくうならば、これだとね遅いんすね。ほらこの上の40ミリリットルのところで終わってっから、50までいかないですよ。これへこんでるからどん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 下がるんですよ、水。貝沼産業はこっち貝沼ですけど、ここらはやっぱりここのねへこみです。これによって変わってくるんですよ。まあ今回とりあえず仕方ないんでこの貝沼の方でやりますけど、まあ私は引き続きこのジェックスのスポイトの方を使います。ブラインシュリンプはこんな感じ、匂い嗅いでみます。あ、なるほどね、冷凍食品の匂いするわ。スーパーの冷凍食品コーナーの匂いがする。スプーンですくってみました。卵の殻はついてないです。卵黄のみなんで栄養価が高そうですね。ただ非常に粒は小さいです。さらに拡大した様子です。確かに卵の殻ないな、本当に卵黄だけだね。で丸い粒です。一切粉っぽいというのはなくて本当卵だけです。非常にレベルが高いと思います。ジェックスのメダカ元気育てる栄養ウォーター、これをプリンのカップに入れまして、この卵黄を入れます。まず私が知りたいのがこの卵黄の沈み具合なんですよ。今までのエアドライだと浮いちゃうんだよね。だから水面まで食べに来る個体はいいんだけど、そうじゃない個体の場合だと与えられなかった。ただフィルターに餌やってるのと同じような状況だったんで、これはなんかフリーズドライなんで違うらしいんですよ。ここら辺に沈んでるね、ちゃんと沈む粉餌です。これいいな。補足情報なんですけど、コクンオンライン再開しました。3000円以上買えばこれ0円でもらえるって書いてあったんで、なんとか3000円以上買ってこれを0円でもらいました。たった 10g しか入ってねえのかよと思ったんですけど、そもそもとても小さいものなんで 10g でも結構あるんですよね。初めてオーサムフードシリーズってやつを開封しました。これオーサムフードシリーズの一つなんですよ。まあ浮いてんのもあるけど、ほとんどこう下に沈んでますよね。昔から外側の殻を取りましたよっていう商品めちゃくちゃあるんですけど、あれほとんど浮いちゃうんですよね。だから低層魚の魚に与えにくいやんけっていう問題だったんですけど、これはちゃんと沈んでくれるので、生まれたての稚魚は低層魚に使いやすいと思うんですよね。この辺にいるので与えてみます。さあ食べてくれ。反応なしだな。でもちゃんとこう沈んでるのが分かりますよね。下の方にしっかり沈んでくれるので、このような低層魚と相性がいいと思うんですけど、だから今この子は病み上がりなんで、頭の上に卵ついてんだけどな。食べないっすね。目の赤いところに小さい卵が一つついた。ゼブリーナに与えてみます。さあ食ってくれゼブリーナ。落ちてます。逃げた。今ちょうどベアタンクなどで、現地ではこういう細かいの食べてるはずなんですけどね。コリドラスが泳いだら卵が舞うね。ダメっすねこいつも全然動かないっす。口のところにあるんだけど全然食べないな。吹雪テトラ、このままだと終われないので年寄り水槽に与えてみます。じゃあ誰か食べろ。食べねえな。あ、食ったか。ちょっとあんま反応良くないっすね。やっぱりこの卵を何個かくっつけて 0.5 から1ミリぐらいにしないとダメだな。直接だとやっぱり卵小さすぎて食べないわ。まだありますから。とりあえずブラインはこういう反応でした。バイッ。